AM486 はアドバンストマイクロデバイセズが開発した X86 互換のマイクロプロセッサム AM486 は1990年代に a m d が開発したプロセッサである。AM486 はマイクロコード仕様をめぐるインテルとの裁判の影響もあってか自社でマイクロコードを新規開発する必要が生じて開発が大幅に遅れ。 i486 に遅れること約4年後に発売された。クロックあたりの性能で見ると、サイリックスなどの競合プロセッサは、i486 より劣ったが、AMD のア AM ム4 8 6は、ほぼ同等の性能を発揮した。アム3 8 6が、主として、小規模メーカーに採用されたのに対し、アム4 8 6は NEC など、 いくつかの大手 PC メーカー製品にも採用された。AM486 の高クロック品は、ペンティアムには性能が劣ったものの、ペンティアムとは違い486と、ほぼ完全な物理互換性があった。しかも、同クロック動作のインテル486、プロセッサより安価であった。もっとも、デラックス4については、内蔵一時、キャッシュ量が、 インテル版の半分しかなく見劣りしたが、その反面インテル製には存在しない FSB40MHz 版のクロックダブラー内蔵機種が存在するという特徴があり、マザーボードさえ対応していれば、より廉価に高速なシステムが構築可能というメリットがあった。なお、後期の生産分では、本家、インテルの 486K プロセッサが、 インテルデラックス4以降で内蔵キャッシュメモリのライトバック動作がサポートされ、仕様が公開されたのを受けて、ARM486 デラックス2と ARM486 デラックス4について、同様にライトバックキャッシュ動作に対応するように、仕様変更されて、エンハンスド ARM486 デラックス2及びエンハンスド ARM486 デラックス4へ解消されている。 AM5X86 はこのライトバックキャッシュ対応の後期型 AM486 の製造プロセスを0.50マイクロメートルから0.35マイクロメートルにシュリンクの上で一時キャッシュを16キロバイト内蔵とし、さらにコアクロック4倍速動作としたモデルである。ありがとうございます。